手も足も出ずに負けたと。格闘技のプロが素人の喧嘩自慢に、喧嘩の素人とも言えるところだからこそ起こりうること。よもや地上の坊ちゃん格闘家と似たり寄ったりとは。真の目的地は断じてスポットライトを浴びる試合場。地下闘技場選手の最強を貴様らにこのわしの無念がわかるか。じっちゃんごめん。じっちゃんが正しいよ。皆さんお揃いで。あの役立たずたちのことか。探したぜ。空手選手であっても空手家ではなかった。間違っちゃいねえさ。武の本懐は武器を用意しねえってことだ。俺たちはすでに武器を身につけちまってんだ。たまたま締めていたベルト、一線を隠すとしたらそんなところだ。どうしようか、このバーベキュー。どうも。真珠オロチドッポ艦長の拳ってのはよ。テグスの輪に半分だけゴム缶かぶせたものなんすけどね。自分釣り好きなもんで偶然持ってたテグス。あなたよりもむしろ新進会的だ。新進会の真髄ってのはな、こういうものだ。雪の遠くなるほどの長い時間をかけ、ついには刃と化す。なるほど。で、ブチッと。ミッキー、君か。私に敗北をプレゼントするなどとてもとて。私がまだティーンだった頃のことだ。何かプレゼントしなきゃ。徳川邸で見た私の実力を当て込んでいるのならグリースだ。1900年代初頭、禁酒法施行前のアメリカで考案された。狂気完成。しかに出来が悪い。ドッポオロチが嘆くわ。微笑のいI'm
こんな目に遭ってるのにこうなりたか。抜く！優しいんだな、お釈迦だった。たとえ小さくても夢をこの話は示された。ただ一人たち死をどこかで今も解き放つため、マビ人生たった一つだけ。勝てる勝てる、情けねえな天使。これほどの覚悟をしている持っている許すか。バカ、はあ、いい夢見させてもらった。館長、欠損および第二子欠損、右上腕骨不完全骨折、左前腕骨不完全骨折、季節骨完全骨折、左大腿骨および、これでやっと半分ってところだよ。めちゃくちゃやられたんだよ我々のなすべきこと。俺たちはよ、武道団体だ。こいつの人相を全国600の支部に配布しろ。いかがでございましたか。存分に堪能なさるがよろしゅうございますよ。ご理解なされましたか。全国ありとあらゆる組織に存在します。くれぐれも覚悟なさることです。ありがとうございました。新宿。わかりました、ドリアンさん。運転手君、私たちの周りも。周り、全てが新進会門下だ。ある者は勤務中に小細工を浪して打開できるレベルではない。新宿へはたどり着けそうもないな。料金は結構。今から入場していただきたい。あなたの入場を歓迎してくれている。君たちは勘違いをしている。私が一番会いたがっている。誰？君たちがわざわざ連れてきてくれた組手だよ。ランクが、それをはっきりさせておきたかった。では、初めてお目にかかります、ドリアンさん。今日は楽しませてもらうつもりだ。新進会館三段、今日は死んだっていい。こんなもんかよ。知ってるわ、こんなもんかよ。スエド見せてもらうよ、君の過去。この現実はどうかね。
君の人生の途上でいつしか植え付けられた感情に比べ戦うのだよ。上々だ、うん、コースターの上に立ち上がってしまった時、その G よりも有利だ。俺がこれが三鎮天だ。船の上で編み出されたもんだからな。海上の合戦が多く、不安定な船の上での闘争が中心だった。これが三鎮だ。今では基本稽古以外には使わねえ立ち方だが、なるほどね。もうは死んでもいい、そう言ったね。バカかってな。意識はあるかな、スエド君。私の肉体の強さというより、どうやら君はダイレクトに地面に激突し、地上スレスレでブレイクをかけ。ヘドが出る。てめえが素直に心中するとは思っちゃねえが、てめえはこの世にいちゃならねえ。君もこの私が無価値な人間だと。貴様、今期試験者全員修了いたしました。10名挑んで合格者なし。全て修行に身を置きながら空風に差が生じる。その6分までと信じるだけでも、うん、波が起きない。それはここに首を並べる者たちと私に機会を与えぬわけよ。ついてきなさい。分厚い樫の扉を素手で叩き割り、立派なものだな、レッツシャオロン。レッツシャオロン、お前の海王への道を閉ざす理由、この扉の向こうにある。一切の道具を用いることなく一晩でな。巨大な岩を球体に近づけていくの。そして空風の全てを極めた者にとって打眼の魔王、これが歴代の海王たちの打眼だ。この海王の作品は、それか、その作品はこの部屋に収まらぬでな。単にお前の技量が低いだけのこと。低い、おらぬ。死んだのですか。死する予定と言うべきか。謎が解けた。大ブレン城を飛び出したのが40数年前。一人の大天才が、その男がレッツ、まさか日本で会えるとはな。再び戦ってみるかね。極刑に値する大罪を犯そうとも同門対決は許されません。なんだよ、事情をお察し願いたい。気にすることはねえやな。こらこら、師匠を差し置いて俺がやればもうねえもんだ。新進会だ。空手家の命と言えるものまで奪われて、やっぱり中だろう。あのスタイルか。誰も信じちゃくれねえ。お返しだぜ。マジ医学ってな、いや、懐かしい客もあったものだ。刃物じゃねえな。うわ、先っぽ。地獄を見るが、3日後には歯ブラシが使えるようにしてやる。皮膚の順につなぐ。2本目の大動脈の縫合。おお、わかる。すぐにでも人間ぶったたけそうだぜ。3週間以降かな。復活しちまったぜ。空手家として立ち会うというなら。
かん。なんかいつも一緒にいるな。困らせてた。飽きちゃわないのかな。私はそんな飽きるだなんてわからないって。いつ嫌いになるか気づいたらもう好きになっていた。嫌いになってしまうということが。息止めてたら苦しくて。帰ろっか。バキローシルトしかああ冗談もろくらって即反撃かよ。だからこそ私には決して勝てる。私を超えられるはずがない。あっち向いて表演始めよう。やることなすこと。おっと何のテストだい親父。伝説のオロチド。果たしてどちらが。無理だ。うわっ、うん、カリン効果が。ああ許して。家のねえ野郎だ。親父何やってんだ。たとえ耳元で叫んでもミスターオロチは戦っているのさ。自分の思い通りになる。レツあんなことをやるのか。鮮やかに勝ちたい。そう願う逃走者の心理の弱みをつき、こうあってほしい安易な敵を作り。しかしその相手に好都合なだけの対戦者の強化。懸命に戦って、今見ている夢を永遠のものとするために。催眠術に祈っているのだ。戦いが安易ではないことなど。戦いとは不都合なもの。無心オロチにとって。綺麗な空手だな。解きましょう。別に変わった様子もねえ。もっと分かりやすく言うなら、自分が催眠術にかかっていたことなど。その鉄拳なら君なら、あるいは君なら、あるいはあれを使ったら勝てた。曇りもなく敗北を与えてくれるのでは。実戦で使用されるのを初めて見た。感動的な。どうでパンチよ。武が己に全てを捧げたと勘違い。壊しにかかった。あれもこれも差し出す者にしか本物はくれねえよ。私が。さてとどめだ。震えている。全てを50年捧げ続けて。いや私が恐れている。いいぜ。加藤マジかよ。どういうつもりだ君ら。なんで君が責任者かね。強引にここへ連れてこさせた。納得のいく説明をいただかねば。加藤がとどめを刺すのさ。とどめって十数箇所骨折の渋滞にあり、さらに戦えるとか。道を開けてもらえるかい。クランケが通るぜ。かけたなドクター。わからねえ世界だろう。決着だ。なんだこれは。ミスタードリアンの右上腕なんですが、治療用の補助器具でしょうか。いや違うな。とするとこれで爆発するわけか。お疲れのようですので、最後の武器として取っておいたような。これが君たちの弱点。私のように命乞いを演じて切り抜けよう。君はとどめを刺されているのだよ。この左手見たら。失礼します。帰ったぞ。夏井
ムドマビ、たとえ小さくても掴んだ時は話はしない、ただ一人立ち尽くす、マビマビ。たいね、ずっと一緒にいたいね。うん、バキ君先に行って。バキ君、今夜俺の部屋来いよ。こんな時間に。時計持ってない。あ、本当に言いたかったの、それじゃない。先に帰って、いつも通り10分後に。言えなかった。今夜バキ君の部屋行って。よかった、君が現れてくれて。質問をしたい。強さと。強さとは一体何だろう。わがままを押し通す力。とするならば敗北を熱望しながら。喜劇だ。一度も勝ったことがない。これ以上の喜劇があるかね。烈よ、君に勝ちたいな。生まれたばかりのささやかな、この剣が立つ。いたよ、暗黒の道。大丈夫でしょうか。こんなたくさんのパトカーが。患者が患者ですからね。大丈夫です。あの、もしもの時はお願いしますわ。ビシッとこれで。キャンディー、キャンディー、キャンディー。パパがね、2つしかくれないの。たくさん欲しいのに。勝ち続けることで支えてきたジン。俺がキャンディーを山ほど買ってやる。本当に好きなだけ買ってやるさ。伝わりますね。大声を出せば君のママが死ぬ。初めて会うあなたの言葉、あなたの姿形がどれも嘘じゃないと伝えてる。でも同じくらい信じられることが。表出ろ。見込んじゃならねえ領域に踏み込んだ。ここで完全決着だ。おばちゃん、大丈夫ですか。踏み込んではならぬ領域。日本警視庁、6人の男たちが集まっていた。同警視庁副総監、イギリス刑事法院長、ロシア共和国元 KGB 高官。現時点での逮捕者は2名。お手元の書類でご確認済みかと思います。いたずらに時間を浪費し続けているのが現状です。脱走を許した皆さんの責任を問うてるのではありません。毒を持って毒を制すということわざがあるそうだが、大変な受刑者がいるそうですな。偵察衛星に頼るしかないという。我々合衆国の地、あなたの言われんとしていること、あなたは確かに認めた。果たしてメンツを重視している時ですかな。オリバ、何が起ころうとしてるんだ。アリゾナ州立刑務所長マイケル・ホールズ。観光に来たわけじゃない。気遣いは無用だ。アメリカ人は残業を嫌うと聞いていたが。知らぬことなどないよ、ミスター。真っ当な刑務所じゃないか。ごく普通の刑務所風景。ここからはあんた一人だ。涼しい。ミスターオリバの趣味なのか。入りたまえ、遠路はるばるようこそ訪ねてください。とてつもなく巨大な筋肉、オリバだ。安物だが結構いけるんだ。はあ、大体なぜ俺の名を。リラックスしたらいい。この腕の馬鹿げた太さときたら何から聞いていいのやら。私が優秀なハンターだからさ。バカなと言いたいところだが、私を閉じ込めておくよりも。なぜ捕らえるんだ。どちらかといえば。なんだ、これで受刑者と言えるのか。喜べ殿だ。あー、これ行くんだ。これは受刑者を脅して書かせたのさ。刑務所の壁に見えてきたぞ。犠牲者は最低でも15名前後かと。一人です。一人だと。綿密な計画に裏打ちされた行動のようで。残りの生存者20名以上が最上階に軟禁状態のようです。私を連れてこい。さあ言っているのだろう。あ、ちょっ
会いたかったよ、ミスター・オリバー。ジェフ・マークソンだ。当時は私はヒッピーを相手にした。君は腕を足もな手足は一本もない。今日この日のために後悔先に立たず。24年前に樽に詰めたワイン、嬉しいやら楽しいやら再会を喜び合おうじゃないか。大型の猛獣をショットガンでは仕留められんやにね。ここに来てよもやホールドアップじゃあるまい。心臓をプレートでカバーしてやんのさ。君はつまらん。心配せんでよい。サンキュー、ミスター・オリバー。いつでも声かけてくんな。転落尺だ。怪我をされた時はいつもそうだ。トカゲだな、まるで。し、聞こえるぞ。ミスター、適量かと。人間じゃない。ここは図書室か。これを全て読破しているのか。協力しよう。君は私に尋ねたな。私以上の自由は許さない。私を一人にしてくれないか。心当たりがある。止めろ止めろ。いませんね。こんなことして何になるのよ。ただこれは俺のやり方じゃない。間違いねえんだろうな。それ分かったぜ、小杖ちゃんの居場所。もうだったとはな。たとえ今怒り心頭のバキがここへ飛び込んできたところで、何もあえてヤワな息子を相手にすることはない。ここに誰もが認める。いいぜ。正面の敵にテーブルを蹴り上げ、奇戦を制す。ご無沙汰だったな、オーガ。思い出したぜ、生きることから。通称アンチェン。お会いできて光栄だ。暗黒街はそうでもないのだな。この二人と同時に戦う機会など。バキ君、小杖こんなんなっちゃった。一人も動くな。高さでは助かるまい。受け止めきれるかな。どうしたよ。中心にはラウンド2。落ちなかったのか。だったら何度でも落とす。おやおや。あっこら、下にいるパトに連絡しろ。大丈夫か、お嬢ちゃん。上から落ちてきます。はい、救急車を。平気っす。あんたはどっかで見た顔だな。ラウンド3。なるほど。誰がパンツ履いていいっつった。おいおい、試合形式で戦うなら負けるはずがなら。喋りながら食らったんだよ。
外れねえか。自業自得だな。レボーチャンピオン。舐めてんのかてめえ。私は君の遥か上にいる。あらじを肌に擦り込んである。なんという卑怯さでしょう。許されざる行為です。さあ、この機雷の秘密か。熱さん握れるかね。妙です。騙されるな、レツカイよ。終わった。握ってしまったぞ、レツカイよ。やれるものならやるがいい。レッシきたまえ。ふざけるな、このインチキ野郎が。叩き殺せ。血祭りにしろ。ここは君たちが入る場所ではない。私のことなら心配は無用。君と私では片腕のハンデくらいでやっとフェア。知りながらやっていたことだ。始めよう。心から誓えるよ。素晴らしい。おっと、こう締め上げられると大の男欲しい。なんと、二度まで見せた足の今ここに立っているのです。私の武術は傷つけることを目的としない。手を。さあ、それは罠だ。手を離すんだ。で使いよう。普及の目的が私の秘密。やっぱりだから。痛むかね。礼は言わぬ。前例にて。でほふり去る。やれるものなら、やれるものなら使いよう。かなわぬなら守る。誤信とは一筋縄じゃねえ。攻撃が来ねえな。次7倍弱太陽だ。だこの証拠だ。許せ。ん？やば！しまった！勝負あり！全力で蹴った中国武術史4000年ぶりなものか。レッシ弱海王、英雄に早急に手当てを。この上なく美しくて。頼む、わしと日本に渡ってくれ。諦めんからだ。私が不覚を取ったばかりに。ジャクさんには悪いけど、レッツ海王に勝てる人間など自分の土俵に引きずり込んでの心理戦。あれでよかった。異なるタイプとも異なる剣技の使い手けれど不完全。所詮は格闘スポーツ。武闘始め。
一見たおやかに逃走という高密度な状況下で蹴り技、しかも完全なんだよ。君はボクシングには蹴り技がない。では蹴り技がある。この漫画ではない。蹴る蹴る、ボクシングとは大地を蹴る。なるほど。待て。おお、タツキだ。まだやれる。ミスれない。え、貴様、起きやが。勝負あり。中国連合チームの勝ちはなくなったのです。とその時、全勝で終えてみせよ。約束は破られた。それでもなお地に落ちぬ吽風の歓声を見ず消えていった。ある者は修行の苦痛に耐えきれず抜けていく。過去国主達人と呼ばれた道を歩み切った男が存在する。先に挙げた算数何の意味も持たぬ。各界をよ、金、友、自ら足を踏み入れた。答えてくれ。中国武術史4000年、力さえ手に入る。親兄弟に至るまで捨てることに迷いはない。力、身を焦がすほど欲した。最も力を欲した私が、肉親との死別すらが取るに足らない。私の小さな骨格は単純な腕力なら、おそらくはアジア一。嘘っぱちを証明し、弱い60を超える老体叩きつけられた。それは同時に肉との決別を意味する。あまりにも長く、日々がいかに幸福でも、いかに過去から肉が減り続け、腕と箸に重量を感じた子、私の手に利が握られていた。王に対して利合いが、力が武に挑むのじゃ。火を使っているその男が誰だ。ここで感染していいかな。究極の暴力体。早く来い。かわした。いや、当たっていたというのか。用の東西を問わず、武術戦闘という命のやり取りの最中に赤子の手を扱うかのように、かように抽象される脱力の海岸。緊急事態に脱力を。究極とさえ言える半増しの打撃を目の当たりにしてさえ、今の私が真似るには。向こうの壁、あ、大したもんじゃの、強き人よ。つくづく、海王ハンマ裕次郎が通用しないのか。中国憲法なんてものはよ。おお、危険が身に迫ると硬直する。その本能こそが事態を悪化させる。ボクサーは長き訓練を経て、訓練とはすなわち本能を克服する行い。うん、シャオリーよ、思いもよらぬやり方で。強き人よ、やってみ。そうきたか。文字通り、毛ほどのタイミングも逃さず断念。絶対にハッタリを言わぬ人だ。たかが知れとる。受けてみ。親父が、エアジー、しかも追い詰められた。生物界最強とまで称えられている人とは思えぬ。何をそんなに。このタヌキがだろうと思ったぜ。守りのシャオリー転じてピッチ、バッティング、
スローイン、その瞬間までのリラックス。優れたアスリートほど筋肉が柔らかいのはそのためだ。納得できる。こうして出会ってしまった。長生きしすぎだぜジジイ。えれえことが起こってるぜジジイ。半馬裕次郎が、さあ見ただけで真似たというのか。真似られたか強き人よ。さぞや戦う相手に不自由したじゃん。どちらが本物か。心配するなジジイ、ね。たちで共有したらいい。極意だの、奥義だの、秘伝だの、闘争を物質に例えるなら。そして、力足りねえか。闘争もその体質。ぶっつや。バキ君、バカに嬉しそうじゃないか。調子こいてんじゃねえ。シシ、終わらせる気だ。まるで鬼の顔のようことだったか。その筋肉の構成が、己以外は全て弱者と断じる。始めよう。エサーか、かおー百頭数一。こいつよりも、うわあ。ジジイ、背中がまるで泣き顔のような。ふざけんな。何？ああ、バカな。老衰です。くたばっちめやんの。これは勝ちなのか。いいな。無理無理無理。わしも若年時代。Thank you.
100年経ったらまたやろうや。勝てるとか無限に用意できる。ご無沙汰してます長老。タフだな。最初から最後まで俺のペースについてきた。何の用だい？君は？君が使っていたのか？君とは、いや、俺は誰とも戦わない。人に話せるほど立派な話じゃない。殺される。でもやるんだよ。地上最強の生物だったな。君は僕と戦うことになる。はい。ウェルカム。君の彼と戦う。どうしてそれを私に？僕にとって君が大切な人だから。僕と結婚してほしい。はあ？僕の知る一番美しい女性が。それを決めるのは君ではないよ。僕と共に生きてください。ありがとう。困ります。ナンバーワンの男と出会うことです。それを証明するだけです。いや、僕を撃ってはいけない。私と戦ってください。始めましょうか。始まってます。すごいな。なんというミステリアスな技だ。短い。惨劇はわずか2秒で幕を閉じ、とりわけ注目すべきはパンチのスピードです。これはそれまで歴代最高のハンドスピードを誇った。必ず当たるということです。果たして我々は出会えるのでしょうか？リングには何だって。この小僧。私が結婚って？もしそれが本当の話なら動揺するよ。動揺か。どうかするのはお前だろ。それは私の決めることではない。信じられねえ。こいつと喧嘩してみてってな。マホメド・アライはこうまで似てると。いや、どうでも。勉強してやがんな。日本全国どこの会場で撃っても間に合わねえ。やっぱりハンドポケ。言われるまでもなく。おや、ターゲットは確実に私のリーチ内にあった。おめえさんが外した。今やってるのは真剣だ。今は本命を抜いてるってこった。踏み込みを浅くした。変わった。巨大な殺人を意識している。ショー自ら球を出し、この野郎でかわしやがった。カウンターまで。ミスター・アライ、これは歴史に残るような本物のヘビーウェイトたち。彼らの怒らせた。まずい。やはり質問すべきじゃなかった。鉄パイプ。この鉄棒で
地面を思い切り叩くんだ。ですか？力いっぱい叩く。どうにもこうにもしびれちゃって これが全身に。綺麗に当てやがる。あれとやった時も脳へのダメージもらった時は這い上がってきて地面が。なんか私の顔見なくなったみたいな。持ってるというより個性を感じてる。ちょっといいですか。バキさん、私まさか別の目的じゃない。改めて言います、小杖さん。彼女は君のことを好きだね。お手にしたけども面白い。あなたに会いたかった。食い終わるまで待ってろ。急がせてしまったかな。いや、俺が勝手に急いだ。食事よりずっと素晴らしいことがありそうなんで。君にとって素晴らしいかと問われる。もっと広い場所にしたかったのだが。十分だ。君はステロイドユーザーと聞いているが、そんな生優しいものではない。ビューティフル。立ち入った質問をお許しください。あなたの肉体を深刻に蝕んだ。でも期待せずにはいられない。サンキュー。チャンプ、もう十分です。一分だけなら私は今でも世界チャンピオンだ。息子が私をぶっ壊した。こんな怪物、バキハンマーは強いのか。なんと粘り、力強く、なんと強い。徹底的で執拗で、そして完全主義者。ダメージを受けるとそしていつだってスタンド&ファイチャンスだぜ。逃げられちゃしょうがねえ。どうしたんですか。いや、ちょっとね、君から元気をもらいたくて引き取りにくかったらごめんなさい。会いたいと言われれば十分だ。会ってさえくれれば。さあ兄ちゃん。ごめんなさい小杖さん、この辺りは都内にしては緑も多く遊ぶにはもってこいだ。負けもありかとも思ったんだが、負けっぱなしはどうも性に合わんでな。決闘じゃなかっただと。兄ちゃんや、決闘してんだぜ兄ちゃん。大変なことになったぜ。ほい、もう少しおしゃれをしたかったのだけれど。バカ野郎、死ぬまでやればいい。傷ついていたんだね、僕のために。オロチ先生、ごめんなさい。おお
3分以内に終わらせりゃいいわけだ。あれは決着ではなかったのか。現実にこうしてオイラは坊やとやりたがっちまってる。私は今ベストではない。人間生きてりゃ飯も食えば酒も飲むんだなあ坊や。二度とごめんだと言わせるんだ。オーケー、受けよう。あらら、もう息が上がっちゃって。坊や、続ける続けねえは坊やの自由だ。決めるな坊やだ。いや、あなた、まあ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 そう、大切なのはそこです。僕らは何度も会っているということさ。僕らはお互いに理解し始めている。ルールまでできつつある。オロチ艦長とはどうなったの？僕は負けてない。え、かっこ悪。男っぽくない。地下2階クジャクの間で。この体でパーティーでもないだろう。どうしてここに？ファイト。ファイトって、父さんが？ノーグラブだ。ノーグラブで決着だ。待ってくれ父さん、馬鹿げている。どれが大馬鹿の手によって。無茶言ってる。あの時だって。それが父と息子ならなおさらだ。倉庫の奥で誇りを保っていた重さ2キロのワークブーツ、走り出すまで実に3ヶ月、ワンシーズンかかった。パンチングボール、ループスキッピング、バレルまでやっているのか。僕はこんなコンディションなんだ。とうに60歳を超え、いつでもどこでも誰とでも恥を知れ。やります。そこであなたとファイトする。強いはず。若すぎる、遅すぎる。終了だ。イエスさん、嫌になったか？知ってたんだ。裏世界では代表的な3名が大変な3名と聞いている。5年も狙い続けた男が虫の息。僕がファイトを受けた時も父さんは後ろ姿のまま。やめたらどうだ。強いのはどっち？内容たるや果てしなくディープだ。誰もこのゲームを降りようとはしない。でも僕はやめない。もうやめられない。良き投資じゃないか。命にすら値する。その手じゃ握手もできんな。残念だがその男にそんな勇気はない。僕は適当な理由でごまかしたくはない。せめて誠意だけでもこのフォームだということは知っています。さらに徳川さん、あなたはこんな僕に父の教えです。うん、君の勇気と誠意しかと受け取った。私の予想とはちょっとだけ違っていたな。どういう世界なんだ。ここは立ち入り禁止だぜ。いいかな、これで。おお、あんたは全てのファイターにとって神だ。一切の戦略が立たずとも。半日以上もそうしているらしいな。負傷した部分にさらなる負担を与え、肉体に対応させてしまう。お前の挑戦を受諾した。ただし、マキハンマの言葉だ。
すごいね、人体。助けに来たよ。到底逃げ切れまいがね。驚異的な若々しさだ。あの時の印象のままだ。彼は一体どのような戦士なんだい？身体機能、精神力、経験値。だから望んだのだ。適当なこと言うよね、いつも。私のおかげなはずないじゃん。いい加減なことばかり言う。目的が定まった時に出る人の力。それが確かにその通り。君を思い、バキハンマを思うなら、バキハンマは君を手に入れ、地上最強の称号も手に入れている。すごく。どちらも簡単ではない。君も戦ったことのないお主に聞くのもあれじゃが、私はジュニアの父親としか戦ってませんが、踏みつきさえすればどうとでもなる。前に入るや否や、成長しているでしょうな。で、なるほどな。おそらくは試合の当日、バキハンマを倒す。タクシーをお呼びしましょうか。いや、大変な勇気だ。父親のハンマ裕次郎氏という例外を除くなら。やるんだ今夜。本当に。ご案内させていただきます。闘技場がある。武器を手にすること以外は究極の完全決着。いかがされました？行きましょう。1時間後お迎えに上がります。勝てるのか。この廊下を戻るとき歩いて帰れるのか。あの暗闇の向こうに。裕次郎、やるのか。荒井ジュニアと。やっと極近い将来、お前が今から戦う相手は。どけよ。殺された男、彼はついに父親への挑戦状を叩きつけた。気を喰らい、喜びを喰らい、取るに足らぬはずだった脆弱なる子猫はいつしか。おお、認めてる。やがて俺の餌として歓声を見る。これほど傲慢な言葉を口にしながら。俺は戦いたいっつってんだぜ。耳遠いのかい？引き続き飽き果てさせるな。三成、知らせを待つ。強いね、バキ君。たった一発。そんな言い方をしちゃダメだ。嬉しい。ほっとしてるわ。なんか立派になっちゃったな。
結婚してほしい。我々二人は大外れでしたな。勝てますか、ハンマーバキに。ハブシュ、沖縄の友人からいただきました。私の心は決まってます。ハンマーバキは強くなっている。そしてアライジュニア戦で見せた圧倒的な実力、地上最強の栄光へ一歩先んじたわけだ。俺らバキさんに。ほっとけ。オーガの首を狙うにはわしじゃ無力すぎる。誰に限らずオーガの前では無力。そうか、共にバキにぶっ倒された者と。なんだと。ハンマバキが父ハンマあのアホが。なあバキ、俺ら知り合ってどんくらい経つ。俺と君は一度も戦っていない。そうですね、と俺に関して思い違いをしている。父親がたまたま地上最強だから。親父がもし地上最弱の生物なら。ねえ、言ったらしいぜ。その話が事実なら。多分まだイメージの具体化を待っている。出る、見てろ、あれがバキのレベルだ。すごい。東アフリカ。行くぜ、親父。